高校生の頃、日曜日だけは朝寝坊じゃなかった。ほんの一瞬、わずか10秒足らずのときめきのために。もう帰ろうぜ。こんなとこいても女なんて来やしねえよ。ブラックバードだ。やめろよ。わけねえよ。その辺でいい。送っていくよ。またね。今どこに住んでるの？都内某所。もっと早くなんないかな。早いじゃねえかよ。だからもう少し。いい車だと思うがな。どうしたんだい急に。こいつさ、ブラックバードの足見ちゃってカッカしてんだよな。おい、それは無理っつもんよ。どうして？格が違うわ。911ターボだぜ。しかもきっちり作ってる。腕だって大したもんだよ。やつはな、何年も負け知らずの湾岸の帝王だぜ。何が湾岸の帝王だよ、バッカくせ。でもな、この Z じゃ俺、なんか物足りなくなっちゃってグッと来ないんだよね。早いことは早いんだけど、ラジコンかみたいで。焦んなよ。車は小手先でやるもんじゃねえんだよ。バランスなんだよ。ボディ、足、そしてドライバーのテクニックな。パワーだけ上がればいいってもんじゃねえんだよ。アキオ、早くしねえと兄貴の講義始まっちゃうぞ。例えばな、この車には F1 のエンジン積んでみろ。お前地面走っちゃいねえぞ。お前空飛んでっちゃうぞな。だから地面を押さえつける力と地面を蹴る力、その他
車バカだね。車やろ、車バカでいいじゃねえかよ。こんな汚い商売早いとこやめて、いつかでもやろうぜ。アキオ、黒のとこに 300ZX の事故車が入ってるぞ。いいパーツがついてるってよ。そろそろ出とかねえとタイ危ねっちゅうのによ。二次元目には間に合うよ。俺それよりこの前のポルシェの横の女、あれマジ生かしてたよな。こいつだ。Z だ。 Z ってあれが初期の S30 って方だよ。おう、秋夫。クロさん、あの車降ろして、早く早く。ツインターボだ。 L にパチン積み替えてきっちりやってる。ピロアスだ。車高調もつけてる。すっげえな。いや、こいつ相当な代物だぞ。直せるかな。どうかな。でも試してみる価値ありそうだな。3ナンバー？なんで初期型の Z で？公認取ってんだ。多分みんな公認取ってんだ。ってことは切符も切られないんだな。渋い。おい、アキオ、これ。それ、お前と同じ名前だぞ。へぇ。これ、お前に買ってくれって言ってんだよ。決まり屋だ。うん。なんて、お前。それが、ダメなんだよ、坊ちゃん。なんで？先約がいるんすか？いや、そうやって L にプレミアつけようってか。違うよ、こうちゃん。じゃあいくら？釘刺されてるんだ。必ずスクラップにしてくれって。だからまずいんだ。無視すりゃいいじゃん、そんなの。いや、そいつがさ、普通じゃなかったんだよ、とにかく。いわゆるヤバい車ってことか。ヤバい車？あるんだよ、そういう縁起の悪い車ってのがさ。元のオーナーから数えて3人目って言ったけど、そいつがな、いきなり突然言うことを聞かなくなるって。まるで元の飼い主忘れない犬みたいにさ。どうする、アキオ。関係ないよ、買うよ俺。売ってください。
ですか。食事でもしようか。ダメなんですね。はっきり言ってほしいんです。直線ばかり引かされてるんです、今の仕事。何食べようか。先に行くけど、またできたら持ってらっしゃい。いつも隣にロングヘアの女の子乗っけてさ。うん、秋夫、持って歩くんだったらアイドルの生写真の方がよっぽど健全と思うんだ。さあ帰った帰った。もできねえじゃねえかよ。どうだ。うん、あとよビシッと作ったからよ。はい、オッケー。はい、ストップ。ゆっくりゆっくり、はい、いいよいいよ、合わせ、ゆっくりね、はいはい、ストップストップ。明夫、どれにするよ。今ついてるやつじゃダメかな。ステアリングもシフトノブもできれば今のままで。
すんげえパワー。同じ横浜の管轄だから難波さんも引き継ぎだよ。結局同じ名前っつうのはおかしいよな。これでお前の車だよ。今夜行こうか。取れるか、秋夫。ああ、よく聞こえるよ。そろそろ帰りつかめたか。これなら、もうちょっと行けそうだよ。よーし、じゃあ今度お前前走れ。5000まで回していいぞ。了解。5000以上回すなよ。了解。こうちゃん。なんだ。4800あたりでちょっとばらつくんだけど。了解。電気系かな。どんなやつだったんだろうね。うん、元のオーナーの朝倉清って気になるのか。同じ名前だしね。本当言うとな、今日こいつをここまで仕上げられたのは俺の腕じゃねえんだよ。なんていうのかな、見えない意志に引っ張られたとも言うのかな。そいつはお前の意志のようでもあり、俺にはよく分かんないよ。こいつは半端な作りを拒否しやがる。土台が手抜きを許さねえんだよ。今日ってのは並大抵の走り屋じゃねえぞ。こうちゃん、ありがとう。お前の感謝しなきゃいけないのは俺の方だよ。おかげでいい仕事させてもらってる。どうしてんのかな、そいつ。見たってやついるんだってな。俺なんかビビっちまいましたよ。ナンバーも同じだって言うじゃねえか。ナンバーところの話じゃないっすよ。走り方まで同じなんすから。同じってお前朝倉の走り見たことがあんのかよ。いや、ないっすけど。バカかな。
こっちはメーター180振り切ってまだ加速してんのに、ズバッて抜いていくなんて信じられない。君、どっかで会ったことあるよね。いつもそう言って女の子と仲良くなるんでしょ。そうじゃなくて、本当。なんて車ですか？そこに書いてあるよ。フェアレディ Z、 これ昭和48年型。私がよちよち歩きだった頃の車に負けたわけ？どんなチューナップしてるんですか？言ってわかんの君。ちょっと失礼じゃないその言い方。何か飲ませて。何がいい？おっ君、あっやめろば。あっやめろば。ねえ、どうしてかかんないの？こんな子供に扱えるようなやわなエンジンじゃないんだよ。ねえ、どうしてどうして。にも関心あるんだ一応。偶然ね、私たち揃いも揃って喪服だなんて。
やっぱりミステークだよな。解体するんだったよな。数値が出ねえんだよ。シャーシダイナモでさ、ゼロポイントを下げて測ってもダメなんだよ。拒否してんじゃないの、そういう測定されるってことをさ。 Z がかよ。まずいことだな。はい、あ、峰さん。あれ、コウちゃんの連れだろ。ほら、S30 の毎晩湾岸で見るけどよ、やばいよあれ。あんな運転してちゃ、それでなくたってあれ悪魔の Z なんだろう。やっぱりミステイクだよな。今夜も行くのか。うん、いくら走っても走り足りないんだよ。惚れ込むのはいいけどさ、 あんま無茶すんな。大丈夫だって、本当いいマシンなんだよ。私だけじゃないわ、あなたもよ。やばいぞ、アキオ、無理すんな。痩せ我慢して もう誰にも遠慮なんかすることないんだ。桜みたいじゃないか。みんな勝つことばかり考えてる。あのガキだってそうさ。あなたはそうでなかったとでも言いたいの？少なくとも自分から負けを宣言しようと思ってないだけさ、君みたいにね。
この花束無駄になりそうね。もうすぐあいつが飛んだコーナーだよ。アキオどうしてる？クロちゃん、
どうしたんだよ、不景気な顔しちゃって。頼まれちゃってさ、 Z を引き取りに来たよ。 Z ってまさか。あくまで Z はスクラップにしてくれって。アキオが？確実にだってさ、釘刺されちまった。それじゃおめえ、前のオーナーと同じじゃねえかよ。じゃあ、悪いけど。アキオが残骸だらしねえよな。走り屋の壁ってやつだ。私のね、最大の贅沢は F1 パイロットをお抱え運転手にすることなんていう横浜に住む小説家が店に来たのよ。でも私はあなたのドライビングで十分。
学で産学校出ているのに何もうちみたいなところで働くことないんじゃない？いえ、何も役に立つことないわよ。いろんなことをしてみたいんです。うちだって商売ですからね。興味本位でやられても。いえ、そんな意味で言ったんではありません。大体募集したの男ですからね。あそこに帰ってあったでしょ。ええ、無理だと思いますよ。絶対無理でしょうか？絶対かと言われると私には何ともね。だったらお願いします。看板といっても印刷ばかりですよ。絵描きさんに来てもらっても。だからあそこに書いてあったでしょ、経験不問って。私絵描きじゃありませんし経験もありません。条件合ってます。お父さんどうする？まあね、一日とりあえずやってもらってさ、それで体が続くんだったらいいじゃないか。お願いします。まあうちだって人手がないとね。全然覚えないんだから。あ、それ日給が安い？本当？いえ、私それでいいんです。お願いします。そのひらひら、それ NG だよ。ひらひら？うん。美さん。はい。大丈夫か？はい、大丈夫です。下見るね、下を。はい。上見てろ。はい。美さん。はい。お前なんでそうやって意地張ってるんだ。言ってません。いや、張ってる。男にでも振られたのか？違います。じゃあなんだよ。なんでもありません。いた。はい。お前怖くねえか？怖いです。そうか。正面ちびるだよ。はい、ちびりません。お前、看板屋向いてるかもしれないな。そうですか？ああ。高いとこ怖がらないやつはな、すぐ落っこちるんだよ。なんか、人生みたいですね。何、生意気言ってんだよ、バカ。すいません。よし、これつけたら飯でも食うか。帰って寝るか。俺は学校行って寝るよ。私はマジに講義受けるわよ。眠たいけど。じゃあ送っていくよ。いや、今日は俺が送るよ。
バスルームシンガーっていう話があってさ、お風呂の中で歌うとめっちゃくちゃうまいんだ。やがてレコーディングの話が舞い込んできてね、スタジオで歌うんだけど、これがちっともうまくない。結局納得いかないって言うんで、レコーディングをバスルームでやっちゃったわけ。そしてデビューしてみたらすごい売れちゃったんだよ、そのレコード。そしたら今度は歌番組に出ることになっちゃって、スタジオじゃまずいって言うんで、お風呂場の中にカメラ持ち込んじゃってさ、結局そのうちに取材も打ち合わせも全部バスルームでってことになっちゃった。最初のうちはね、斬新な企画だって言ってみんな面白がってたんだけど、そんなもの長続きしっこないでしょ。世間から忘れられるのに三月とかからなかったわけ。でもね、その娘はね、私の歌は最高よ、ただしバスルームだったらね。一生バスルームで歌ってられたらそれも幸せかもしれない。エリコ、前みたいにガンガン男食らい込んでさ、ガンガン絵描かなくちゃ。あ、いらっしゃい。しまったら世界全体とすれ違うことになるかもしれないんです。そう思いません？
たちはもっと健康で幸せであるべきです。でも一人じゃ何にも実現できない。だからみんなでお互いに。あんたね、健康って名の病気と幸せになりたいっていう服を知ってるよ。部屋で待ってなさい。ホテル連れ込んで縛ってまた昼でガンガンやってやるから。あなたの健康と幸せのために。もし君とすれ違ったままだったら、僕だって世界全体とすれ違ってしまうことになったかもしれない。来月私テレビに出るの。新番組の司会。よかった。何が？おめでとうなんて言われたら今夜一人でどう過ごそうかなと思って。テレビ決まって事務所は大喜び。いい加減に車はやめろよ。今が勝負なんだ。この3ヶ月で決まるんだぞ。人と同じことしてちゃスターにはなれないんだよ。この3年で10年分生きるんだ。いつも誰かが私を見てる。いつも誰かが私に語りかける。でもきっとチヤホヤされてるのは私の抜け殻。そんなことないよ。あー、すっきりした。現金なんだなお前。俺すっげー迷惑だぜ。ねえ見て見て、フルスケール。エンジンも手を入れたし。
タービンも大きいのに変えたの。足もしっかりしてるでしょ、作り直したから。金持ちにはかないません。もう無敵よ、誰にも負けないわ、スペックとしてはね。あ、ブラックバードだ。ああやって流して獲物を見つけてるわけだ。私もそう思って仕掛けてみたんだけど、バトルにならなかった。うん、違うの、全くその気がないみたい。ああやって流してるだけ、何往復も。誰か待ってんのかな。気分がマイナーになったらまたいつでも来いよな。うん、私を抱こうとしなかったのは君だけだよ。バカ、これからやるんだよ。スペックとしては私のあれは最強になったけど、あなたの Z で感じた、なんていうの、アクセルをどこまでも踏んでいけそうな気にさせてくれるものはないわ。もっとも、どこまでも踏んでったら命いくつあっても足りないけどね。きっと技術を超えたものなのよ、そういうのって。超えるっていう表現が正しいのかどうかわからないけど。忘れてばっかりだったりして。忘れたいことは忘れなかったりして。すいません、俺ここで降ります。車ならいくらでも探してやる。でも Z はもう作んねえ。言ったはずだぞ、あれは俺が作ったんじゃねえんだよ。でも、いや二度と作れねえ。おめえがな、どっからか Z 持ってきて、ここに1000万積もうが2000万積もうが、あんな Z は二度と作れねえんだよ。諦めて他の車すんだな。峰のとこにセブンのいい出物が入ったらしいよ。それじゃあ死んだ朝倉さんに義理が立たないような気がする。バカ野郎、何言ってんだよ。たかが車、足軽で移動したんだろ。何が義理だよ、バカじゃないのかおめえは。大体な、お前義理って意味分かってんのか。家に帰って甲子園でも引いてみろ。クロンとか行ってみな、あいつこんとこホリデー楽しんでたらしいから。母ちゃん、電話しといてやるよ、間に合うかもしんねえ、運が良ければな。礼ならクロに言えよ。アキオ、ワインディング攻めてみろよ。 Z と話しながらさ、頭の中でイメージしてよ、繰り返し繰り返し。口
口で人馬一体ってのは簡単だけどさ、考えるのは頭、理解するのは体ってのはどうだ。アキオ、顔洗ってけよ。土下座してお願いしてみるよ。クロさん、おっ、礼ならこうちゃんだ。アキオ、顔洗ってこい。注文のパーツだけど、また SS 篠原に届けておいたから、代金は1週間以内によろしく。
お前もう諦めてもいいんじゃないのか。何をですか。リタ。はい。お前意地張るな。社長。なんだ。私意地張ってませんし、諦めるの社長の方です。あ？当分使っていただきますのでよろしく。あっ、お。社長、高いとこが怖くなくなると落ちます。お前な、お前この仕事やっつけるまでは昼飯抜きだぞ。お前入ったな、ほら。すいません、脅かそうとしたり嫌がらせのつもりじゃないんです。朝倉明夫と言います。本当です。あなたのお知り合いと同姓同名で朝倉さんのデッドに乗ってます。あなたの大切な思い出をかき乱すつもりはありません。ただ Z が好きで、あの Z がたまらなく好きで、こういったこだわりってアホみたいでしょうか。アホみたいです。あの失礼します。あの一遍でいいです。乗ってみてください、あの Z に。大声出しますよ。すいません。でも俺あの Z ととことん付き合うつもりなんで。私には関係ないでしょ。あなたに立ち入る権利なんかないわ。Z のこと何でもいいから知ってることを話してくれませんか。
コーナーが来るわ。あとは市川までほぼ8キロのストレート。もしコースがクリアなら最高速にアタックできる。問題はどれだけ回転数を落とさないでディズニーランドコーナーをクリアできるか。車線全部を使う。一番右から入ってリン側の1車線目をクリッピングポイントにする。前回に踏み込んだアクセルをちょんと浮かして退院。クリップ通過寸前に踏み込む。もしコーナーの先にトロトロ走る車がいたら。そう言いながら朝倉さんはいつも走っていました。元々のスピードが遅すぎる。もし 100% イメージ通りにできたらもうやることなくなってしまう。羽田から羽横経由してベイブリッジまで走ろうと思うんだけど。トロトロしてたら先に行きますから。私も。君は彼女乗せて先に行ってくれ。なんで走ろうと思ったのに。はい。今夜はどうもありがとう。ごめんなさい。朝倉さんのことで。もう何も話すことはありません。 いえ、どうもありがとう。
圧、水温、排気音、OK。冷静に、冷静に、冷静に行きたいと思います。あの看板オーケー、もうトロトロなんか走ってないわ。
晴美を沸かせたオートサロン92で話題を独占したのが、大鶴義丹主演湾岸ミッドナイトで使われたフェアレディ S30Z だ。走り屋はもちろんマニアをもうならせたスーパーチューンドカー。そうでもないね。その怪物マシンの全てがビデオになった。最高速度300キロに達するスピードとオーバー600馬力という凄まじいパワーを秘めて今よみがえる悪魔の Z。 新人が吠える。恐ろしいまでにスーパーチューンアップされた S30Z の走りと爆音は全て本物。迫真のエグゾーストの音に思わずエキサイティング。本物だからすごい。湾岸バトルの全貌がここに。人気に緊急発売決定。激走名車フェアレディ S30Z。 先着800名様のみの限定発売となりますので、お早めにお申し込みください。申し込み先は